マコナコです。ニューフロンティアトロピコ6、いよいよ最後と思われるミッションやっていきましょうか。ノーノーノーオルソノーノーフォーデラストタイム。Now stop harassing us about this. We had nothing to do with this. Who was that? Just my mother. Any news from Patch? No, sadly not. Our communications are still mostly out. This isn't a phone. It's a cup on a string. That's all we have right now. How bad is it? How long till we can get back on track with the Mars project?We lost so much in that storm, we have to start all the space technology from scratch again and... Ah! Damn it! We were this close! Now we're stuck on this godforsaken planet for... who knows how long! Ah! Whoa! Who's throwing chairs? Hey, Press. This thing on? Long time no see, Press.Heard you got a little problem there with, well, everything. ということで始まったけど、今回さっぱりだったね。これ上の方、昼から火星までのなんかマークがあるけど、あれ何なのか気になるね。全部真ん中でいいでしょ。さて、何これクリックしても反応しない。すごく気になるけど。そして、あ、こちらが緑あるけど、こっちが、あ、いけないのか。向こう側移動ができない。見えてはいるけど、うん、でここの赤い土が見えるマップ、どうなんだろう。作物とか取れるのかな、気になるね。お金はまあ十分あるので、どうすればいい？とりあえず進めましょうか。赤い惑星と七位、まあここがすでに赤い惑星みたいになってるけど、あー、月面着陸の件、詐欺って書いてあるね。月面着陸詐欺の件でしょうか。あー、まあまあとりあえず何をするか、メインクエスト。あー、また電話してるね、中国から。そして火星に入植する。これ最終目標か、ミッションクリア。もう今回ちゃんと分かりやすくなってね、今までよく分かってなかったけどね。最終目標がロシア、中国が火星に着陸、アメリカ、ヨーロッパが火星に着陸すると、ダメになるってことか。なんか妨害しながらやるみたいなこと書いてあったので、最初の案内に、まあ、そこら辺が今の絡みがありそうだね。さて、まずは、税関官庁、この辺りやっていきましょう。油田こちら側、まあ、この周辺に全部やっていけばいいでしょう。税関、あとは移民局、この辺りはいつもセットで。でどうするかだよね。ここ遺跡あるね。でここ宇宙ポートすでにあるんで、スペースポート。まずやるべきこと、鉱山か。鉱山、ここでウランは取っている。あとここ2カ所はいけない、1つ離す。で取れるものも全部取っときましょう。石炭あるけど、まあまあまあこっち側石炭金さまざまあるんで、こっち側伸ばしましょうか。うん、この場所2箇所。奥の金はまだ取らなくていいかな。であとは油、油性を、うん、とりあえずここ
この辺りで産業を作ってしまえば問題なくなると思うので。ここまっすぐつけといて、あとはこちら側。こんなところかな。ちょっと動かしておきましょうか。さて、Hello. メインクエスト、Hello. 宇宙ステーションに到達する。ランダムな宇宙設備を一つ解除する。宇宙ステーションに到達するというのは、hey. あ、多分ここ上の方、ちょっと真ん中あたりに一つと、もうちょっとこの火星に近いところ一つ、何かマークがあるのであまりよく見えてないけど、それが宇宙ステーションなんでしょう。となるともう早めにやっといた方がいいのか。でもあんまりお金ない時にやってしまうと問題となると思うので、で他の勢力が多分行くと思うんだけど、なんか壊す手段は多分あると思うので、そこら辺期待しましょう。さて、まずは交通インフラ建設業者一つしかない、マックスまでやっていきましょう。もう一個作ってもいいけどね。まあ、作るか。あんまりそこでお金をケチる必要はないと思う。トラックじゃない、建設業者。こちらの書類にサインを。 あとここ EU、 そして輸入。これはもうクイックビルドで終わらせる。さて研究、まあ、高速道路とあと海運無料輸送、当面はこの辺りで様子見。とりあえずは建物作られないと話にならない。うん、ここ人がいない。どこだ人がいないの。これか。いや違うな、これか、病院か。あ、まあ大学とかも早めに。高校ある、これ図書館か。大学多分ないのかな今回も。結構今回最後多分時間かかるんじゃないかなというね気がするので。プレジデンテ、問題についてお話できますか。高級娯楽施設を作る。 その前に教育メディア大学どうするかな。こっち側よりかはこっち側、左側伸ばしましょうか。で上の方ちょっと赤い何かが見えるので、それはよその勢力で、上の青い方が自らかなっていうね。徐々になんか動いてる気配があるけど、まだ何もやってないんでね、何も動く本来であればはずはないんでね。でここら辺人で増やして、失業者多い、教育受けてない人も多い。うん、冬の、まあちょっと待つか。今中国出てきたね。あ、これ大使館招く、あとでやっていきましょう。そして向こうが電気が届いてない、変電所。見えないところ置いといて、クイックビルド。外国との貿易で仕事がなくなるかもしれない。これで問題はなくなった。心配はご無用、我が国の政官は国際貿易をしっかり改ざん。でとりあえず全体監視して皆さんを守ってくれます。石炭は通れてないな、というか道路がつながってない。鉄は手前側、まあ、この辺りでまず鉄鋼やりましょうか。うん、ずれている。まず産業製鋼所、
2つぐらいやっといて、となるとゴムか、またゴムがなかなかね、いつも取れずに苦労するけど、ここはちょっと厳しいか。でゴムやったならば、あとは自動車工場真ん中あたり。プレジデンテ、ご覧になりましたか。さて、ハンググライダーでいいか。信者たちは信貴重な機会ですよ。他ブローカー、これは受け入れ。反乱の先導、まあやっときましょう。早くもこの辺りできてるんで、これは今はやらんでいいか。こちら側軒並みスイスドルもらう形にやっておいて、さて、この怒りは本当に嫌なものです。薬品の合法か。今すぐに何かできるかと言われると何もできない。人雇うか、まだいいか。病院は急ぎで必要なものではないと思う。今日襲撃で教育受けた人やっときましょう。あとはここら辺、スパイ、サイバー活動センター左側にまとめましょう。産業の重要性を理解、これは高速道路はやる予定。そして交易、今現在は何だろう、まあ、最終的に自動車作るので、とうとうと自動車やりたかったけど、その自動車がない。こんなにも伐採があるんだれば、で製材所もある。家具屋ないか。この乾物だと家具が作られてもおかしくないんだけど、いや今家具があったな。若い頃はあったからね。じゃあ家具輸出しましょうか。さて、これは電力が足りてない、増しましょう。そしてストックなども上げといて、あとは太陽光で対応ができる。ここら辺バラック良くないね。アパート置いといて、こっち側もアパート置いといて、上も置いときましょうか。まあこの辺り全部一個一個これで様子見で、裕福な人、 この人建設業者稼いでるね。タワマンあるけど、それではダメってことか。ここら辺小さな公園あるけど、もう潰してもいいようなね気もしないでもない。薬品合法化はちょっと無理だな。まあ文句言われる程度であるならば、興味を引く案件はありますか。どれも厳密に言えば合法です。お金は十分なんでね。お金というかリースドル、フロート解除やっといて、火星に入植、宇宙ステーションに到達。どうなんだろう、もう先にやった方がいいのかな。だがどう考えても物資は今の段階でやって足りるかみたいなところがあるから、今からやって足りるかみたいなところがあるから、ちょっと教育受けた人がっつりもらってきましょう。
さてここら辺スティールがっつりと上げていきましょう。一方ここら辺の鉱山ももう電力がなくなってる。よくないね、よくないねといったところでどうにもならない。ちょっと厳しいんじゃないのこの電力不足。確か核融合炉を使うか。これ水辺に面したところしか使えないのでこんなに使い勝手がいいわけではなかったですね。どっちだ、こっちだと思うけどな。おはようございます。緊急の対策が必要。何の対応策か。バイコヌール潜入襲撃を完了するスパイ養成学校。これでロシアと中国のコロニー戦を遅らせる。だから遅らせるなので決して多分止まりはしないんだろうね、速度が。ここら辺までやっといて移動してみましょう。でこれは最優先、電力がもうないんで高い優先度。うん、ここら辺立ってるんで当面問題はなくなるはず。で自動車の輸出もできるんでそれでお金は大丈夫でしょう。次は石油国家反対できる医薬品製薬会社。だが電子機器の方が必要になる可能性あるんだよね。どこかプラスチック作る。でそれをこっち側でやって足りるかどうかなんでね、油性ここ2つだけで。まだまだ掘ろうと思えばできるはずだけど。うん、向こう側これで電力は一服、発電量増加。うん、悪くない。興味を引く案件はありますか。どれも。さてなんか向こう側これ飛び立ってるね。で先ほどの敵の動きを止める。特殊駐屯ではない。え、どれでやるって。これかバイコヌール潜入。あと、まあ、可能であれば、まあ、ちょっと人いいので、ブランデンブルク門ではない、自由の女神でもない。こっち側か、モアイ像欲しいんだよね。モアイ像が欲しかった。あとはこのもう子供高等教育受けるをやってしまってもいいかも。この時代になったらガンガンと行かないとダメでしょ。電力足らないね、早くも。まあ人が雇われてないんで上げたところで限度がある。そして火燃えてるんだけど消防署どこだ。国がトロピコの友では EU 妨害。あと大使館か。 EU 妨害、その前に富国高速道路。トロピコの道路は十分、食事有料化。最初工業化やっとけばよかったけど。あとは政府はマインドコントロールを目的とした機動戦のレーザー開発の噂を完全に否定しました。アルミホイルを買い込む必要はこれないってことですね。うん、消防、
公共サービス、消防署、これヘリやっときましょう。これ襲撃を中断したになってるね。なんでだろう。あ、モアイの方優先されたのかな。いや、終わったから中止になった可能性あるけど、いや、やってない、やってない、やってもらいたい。うん、様子見ましょう。まあ一応これか、このメインクエスト扱いなんで、まあ何度も何度も多分出てくると思うけど。宇宙ステーションどうしよう、迷うな。もうこれ即座にやるべきかどうかなんでね。あとは問題は、あと自動車が出せないな、うん、またイベント。これアメリカとヨーロッパに関してはヒューストンのハッキングをサイバー活動センターでやらないとダメ。いや間に合わないぞこんなの明らかに圧倒的に向こうのが早いんだけど。となるとこちらもちょっとここは最優先でやっときましょうか。だからそれだとお金絡みが足らなくなりそう。こっち側にも物資運ばれるので、それによって輸出がままならなくなりそう。早く巻きできてるね。ひよこの数を数える。さて電力は大丈夫で、一応ここら辺でもちゃんと作られてて、まあ、石油それなりにあるんで、あげましょうか、制約。こっち側もお金あげて。市民が選挙を要求しています。うん、選挙は大丈夫、やりましょう。汚染が低下する。トウモロコシも使う、これいいね。石油以外でもなんとかなる。敵陣深く。いいですか？せかしてるわけじゃないんですが、早めにこれ左側案件があるんです。一旦更新やって、あ、出なかったな。この緊急のものを対応する、ね、カードが来ないかなと思ったけど来なかった。でここら辺作られたので、いや全部作り終わったからやりましょうか。サイバー活動、ヒューストンのハッキング、あの2つはもう別勢力かで、我々がまだ全然出てないかのような状況になってると思うけど、あれ早すぎやしない？さて行きましょう。これ上位のバージョンはどうやったら得られるのかがわからないけど、とりあえず全部建設、あとは気づくの忘れないようにしないと。お金は今大丈夫だな。これダメだったか。もうしょうがないな。あなたは地球の敵です。そしてパーセンテージ大きく下がってしまってる。特大のこと言いやがってからに。すべての国がトロピコの友ではありません。反乱の先導、あ、支持不足、仕方ないとはいえ、イメージキャンペーンお金が足らない。なおかつ更新が来てしまう。ロックやっとくか。さあ、イエス。これなんか変なマークついてるの何？あー、環境団体のデモね。鬱陶しいね。そしてアルミニウムと鉄、多分運ばれてくると思うけど、これ何全部で全部ででもやってんの。まあまあでも徐々に聞いてくね。あ、でもこんなのんきりに言ってるんじゃなくて、やるべきことはやっていかないと
やるべきこと。電子機器も作るか、こっち側に。他、まあ自動車がうまく回ってるんであれば、自動車結構材料も余ってる。これと同じのもう一個。巨大なストーンヘッズを動かす。うん、丸太。丸太は多分大量に作ってると思うんで。これももう一個作るか。あとはゴム。多分もう一個ぐらいあったら安心ができる。トロッコの市民たちは必ずあなたに投票する。不正操作しましょう。で、イメージキャンペーンまでお金貯まらないか。貯まるの期待してたんだけど、ここら辺はカード使って、これは関係ないな。こちら側も正しきことをすると支持率を上げてもらう。37か、あんまり上がれなかったな。もうちょっと上がること期待したけど、デモが始まった。鬱陶しいな。何、また始まったの。そうではないのか。あと262ヶ月の間に貯まれば。そう、イエス。マジか、までなってる。イメージキャンペーン行きました。 49% か。ちょっと良くなかったね。まあ、だが勝てるでしょ。勝利はあなたのものです。うん、当選は分かっておりました。すべての投票用紙に名前を書いたのも数えたのもこの私ですからな。最近やけに忙しい。これどこだ。あー、なるほどね。この宇宙船のそばか。住居、タワーマンション。ここ2つに行けるか。で、多分だけどもうほぼほぼできてるね。第三者に研究助成金を依頼。これをすると、あ、それをすることによってこの下の方を多分使えるようになると思うので、行きましょうか。こちらの書類にサインを。あとここ、そしてここも、最後にここも。これどう考えればいい。面会の予約はされてますか。そうですか、それはよかった。何かを借りるなんだけど。では面会、かっこ保留中の列にお並びになって。うん、キャビン借りる。これをやったことによってキャビン上のものが使えるようになる。だから今に関してはもう一回出してしまっていいと思うけどな。エンジンがまだ。じゃあエンジンが来る前にここら辺まだできそうなもの。タンクも。あ、ミッションには23必要。これはなぜ今、いや乗り込ませれば動くのかな、この下は。だが重量がオーバーしてる可能性あるけど、185200なので多分大丈夫だと思うけど、新たにやっぱり作ると重量オーバーか。ちょっとやめときましょう。ちょっと分かりにくいね、この辺りはね。エンジンでどこまでフォローできるかということだと思うけど、どこまで乗せられるか。で、家具が必要なはず。家具と缶詰。缶詰は？缶詰作ってある。これちょっと待って、これもうさ、もう間もなくなんかつきそうなんだけど、向こう側重量オーバーだね。23でこれ下げる。
これだと あと30に上げられる。92までは OK か。うん、これで問題はなくなった。登場もやっときましょうか。まあ、角笛使えば即座に来るけど、物資積み込み終わったら行きましょう。ちょっとお金がらみが厳しくなってないか。友人と私たちは友人ボケとしてだけど、輸出で これでいったものがないんだよね。ブローカー貿易の刺激、これによってあんまり刺激受けてるように見えないけど、自動車が出てきている。数十億ドル規模の悪徳商法か。あなたならもう答えを知っているはずです。やっていきましょう。あと缶詰も一応作ってるので出しといて、医薬品はまだ、ウランも多分出せるでしょ。これぐらいで。あと荷物の積み込み、そこら辺を待たないといけない。借り入れやっとくか。うん、この荷物の積み込みまだか。あとそれが終われば1回は飛ばせるんだけど、何が足りてないんだろうな。そこら辺が分かってないから、もしくはこの人がいないからダメという可能性もあるけど、出してもとある集団が公共施設を破壊したいいような気もするけどな。ニュースが入ってまいりました。だが心配ご、これ押した際に何が必要かとか特に書いてないんだよね。Look at them running around like endless chickens。これなんか上ちょっと回ってたね。Hey, でもこれさ、難しすぎやしないか。どこまでゆっくりとしてくれるかの問題あるけど。あと研究所、ちょっと待って、これターゲットされてるんだけど、ゲリラが攻撃している、よくないね。陸軍基地置いといて、倉庫に鋼を持つ500、ヨーロッパの船を消す、いいね。倉庫はこの辺りだと思うけど、こちら側、あれ来てるな。ちょっと急ぎましょう。クイックビルド、倉庫はこのままで大丈夫。頼むから、今スタッフ来て向かっている。反体制派の対応もしながらだから、今4万ほどお金が回ってないような気がする。プレジデンテ、労働者から要求があります。全面監視やってもいいけど、そして大使館もまだ作ってなかったんでね。大使館、これこっち側に、ここ2個、3個、4個、5個やっていきましょう。他ホームレスはまあまあいいでしょう、多少いるぐらいは。失業者は、教育出てない人向けの仕事がない。確定ですか。うん、マイナスになったな。いや、このバランスの悪さは建築で
5万持ってかれてる。輸出がいまいちなんだけど、自動車は作ってるんでね、運送が間に合ってない可能性あるので。あとこの火災、このなんでこんなすぐそばにバラック置いてんのビール工場のすぐそばに。輸送絡み、建設ではない。輸送どこだ、トラック。これ全部シフト増やしましょう。あ、これ補充するお金がない、うん、お金がっつりやってきた。もうここでお金使うかっていう問題もあるけどな。すごく無駄をしてるかのようなね。で、宇宙ミッション、これさ何が必要なんだろうな。何かをここに運ぶのか、それとも、まあ、家具と缶詰か、足りてないの。貯蔵量が少ないんだよね。あ、今家具と缶詰減ってるので多分積んでるな。積んでるね。さてポチッとな、言ってもらいましょう。これ一つがすごく早いんだよね。あれを止めないとダメなんだけど、一応一個やってるんで、これがうまくいけばまた動きが止まって、その後また壊すことができそうなんで。地面が真ん中だね。真ん中、今右側に向かって飛んでいきそう。さてこちら側入れていきましょう。そして関係性高いところ一つもない。プレジデンテ、友人、お金もらいましょう。外交大パーティー行ければ即座に対応できそうなんだけど、残念ながらそのお金がない。国じゃない。あー、ローンもまだできてないのか。知識が足らないんだよね今ね。うん、足らないので研究所作りましょう。教育研究所、これここに道路通さないとすごく真ん中が来そう。ああ、牧師さんですか。なんだか懐かしい感じですね。識字教育、私はゲームでは科学プでいいか。で、倉庫できたのでここに鋼を持つんだけれども、その間他のことをやらなくなるから車作れなくね、なる可能性がある。これ上限数設定できないのかな。500でいいんだよね。ヘイアプレズ、だってヒューストンのハッキング、船を送らせることができた。ああ、さて宇宙ステーションに到達、多分真ん中行ったんでしょ。いや行ってないか。宇宙ステーションすごい、この地球のすぐそばで全然なんか進んでないんだけど。ランダムな宇宙船設備を解除か、お金、設備解除、ちょっとお金欲しかったけどな。うん、襲撃ポイントも結構必要になりそう。続いてこれ、どれか行きたいけど、強奪完了か。こっち側も強奪進行中。ヒューストンハッキング先やっていきましょうか。となるとこの中、まあ、宝探し1回ぐらいはやる余裕あるんじゃない。うん、青っぽい地平線。輸出、EU に輸出か、アメリカに輸出か。ランダムな設計図を得る。特に関係性が変わるということもないと思うから、アメリカでいいか。EU は散々ね、煮え湯を飲まされてきたから。あー、何これ、すごい低い単価で。アメリカに
チョコ材だな。もうしょうがない、やっときましたけど、でも今やるべきかの問題あったな。今じゃなかったように思う。さて宇宙ミッションエンカウンター、あ多分宇宙船が進んだってことでしょう。でその後月行ってアメリカ行って、アメリカの宇宙研究施設行って宇宙デブリ行ってみたいな流れになるんでしょう。これ作れないな、今は作れないか。ダメか。Yo, Presidente. さてもう一個赤い取引、中国かロシア、中国にしときましょうか。だからこれも多分お金、中国目のレーザー手術、目からビームを出したい、あなたにおすすめです。いやお金足らんな、これ反体制派の脅威が低くなっている。さてブローカー使って何かやりたかったけど、うん、お金はなんとかなりそうな気配はある。これ開くことができて、この画面が来たってことは何かのポイントがあるらしいんでね。あーでこれあれだ、左側はオイルかで、225のオイルがないと、燃料がないと多分火星まで行かないんでしょ。宇宙ミッション中止やると関係ないか。あーもう一回なんかここ戻ったな。あつまりは大丈夫か。いやープレジ、いや女性依頼しない。でもさっきまでできた快適なキャビンはできなくなってる。あーちょっとここら辺わかんないな、何やったらいいか。ちょこちょこ飛ばした方がいいのかそうじゃないのかがわからない。だから多分あーここ宇宙デブリなんかついてるね。ここまでは行ったってことになってるのかな。でその後じゃあ月に行くために多分13トンオイルがあれば大丈夫だと思うので、これ作って燃料タンクもこれ一つか、もしくはもう早めにガッツリ行ってもらうか遠くまで。こんな感じ、ミッション失敗になってるぞ。ちょっと待って、宇宙船がトルコの名のもとに星々を征服しに旅立った船が失敗しました。多分だけどさっきなんかボタン間違って押したからだと思うけど、これ何クエストおしまいになるの。そうではないよね、もう一回いけるってことでね。それはここまでは行った扱いになるのか。宇宙ミッションには失敗がつきものだが、失敗するたびに目標へと近づけるというものだ。なるほどね、次の宇宙ミッションで忘れ物を取り戻せることもある。なるほど、いろいろと要素がありそう。プラスチックはあれだな、トウモロコシでがっつり作れるんであれば、で金も十分あるので電子機器はまだまだいけそうに思う。邪魔だね、うん、若干一直線ではないから置き場所が難しかった。こっち側はまあそれなりに作られてるからお金がないんだ。で鋼これ50あればよかったはずだけど、50じゃないよ、500か。それはもう終わったのかな。
こんにちはプレジデンテ。物事が、うん、これ一番右、あーこれその都度なんか借りられそうだね。うん、布告で宇宙メロドラマを発令、そして月面到着。まあ一言ってることはよくわかんないけど、布告をしろってことだよね。スペースポート施設に問題が発生、宇宙ミッションは一時停止。何これ、ひょっとして違うな、また何か来たかなと思ったけど、これこっち側選べってことかもしれないけど、あ、まあロケットエンジン作れない。災難中の災難です。船乗りどもが酔いから覚めようとしています。これはお金で解決。いやこらせ、クエスト完了。ちょっと金回りが厳しくなってるような気がする。まあでも8万ほど自動車もたくさん運ばれるんで、その8万、ちょっと待って、これ赤いのがなんかずっといってるんでね、流撃赤いのがまだ終わらない。これは宝探しやってるのか。うん、クエスト完了。コロニー船遅らせる。だって、そして船消すになる。倉庫に葉巻を持つ。あ、そうかそうか。500はあれだ。長年500はそれによってアメリカとかの船が遅れたんだ。これ受け入れましょう。葉巻。葉巻多分作られてないと思うんで。産業葉巻。で、タバコは。タバコも作られてない。あ、お金がないんだ。そうだったそうだった。政府はダウンゲリラが攻撃している。よくないね。斬新な荒れた雰囲気の建築スタイルは政治と無関係であり、何か裏付けるものではないとのことです。うん、この電子機器の輸出入を終わらせないと、あとウランの方も終わらせないと金銭的には厳しい状況が続きそうだね。で、自動車は出てる？出てるか？他に良さそうなものがない。さて、葉巻。葉巻工場。うん、どうするか。こっちが伸ばすか？葉巻工場とここでタバコ。あー、体制派、それに対する反体制派に対する対応もやんないと。イースター島のモアイどうするか。どこか観光拠点作りたい気はするけど、遺跡がある場所がまあ大体そういう拠点になりそうなんで、これいかにもなところがあるけど、ここだな遺跡。ここにも遺跡あるな。鉱山、ここウランがあるからここら辺で原子力か。やっぱりすごくなんか奥の方になるんだけど、あんまりよく行っても扱いが難しそう。いやー難しいなこの場所。手前側と考えるとこっち側か。ここら辺で何やろうとしたんだっけかな。何かをやろうとしたんでね、観光絡みで何かをやろうとした。で、あ、モアイか。モアイを使おうかなということで、うん、こっち側も観光にしましょう。
今やるべきかの問題だなとは、今じゃないような気がする。これで船の輸送速度が早まるので、あと布告忘れてた。私は常々輸出産業の効率を上げる方法を探していますが、最大の問題点は船が大きいと速度が無料輸送も行きましょう。車を走らせる余裕がないと不平を言い、金持ちは出勤中に貧乏人を引いてしまうと不満を募らせています。そこでです、国が車を用意すれば一石二鳥ではありませんか。さて駐車場、もちろんその車は自家用車ほどセクシーでも環境に悪くもありませんが、衝突すると危険で面白い車です。まあ適当にやっていきましょう。こんなもんか。さてお金がっつり減ってった。船は3ヶ月に1回ぐらいのペースで来るようになると思うので、この点は問題ないと思う。さて政治、大パーティーできるようになってから一回やってお金もらいましょうか。で倉庫に何だっけか、倉庫に葉巻だよね。これが今後も使うんであればもうずっと置きっぱなしでもいいけどね。葉巻あった。お金回ってきた。それだけでもよしとしましょう。大学に人いなければ大学生育たないでしょ。そしてここはタバコ必要だけど、そのタバコは今作っている。どうもプレジデンテ。葉巻を生産する、ちょうどいいね。あとはやっぱり自動車か。まだまだ生産間に合ってないんでね、もう一個ぐらい作っても良さそうだけど。外交大パーティーできるんだけどお金がないか。いやー、そうこうしてたら青い方もまた飛んでってるけど、再びするということはできないのかな。もしくは両方やった後に何か再びできる可能性はあるけど。スフィンクスが自由の女神なんだけど、いやスフィンクスは何かあるかがわからないのか。自由の女神やっときましょう。クエスト完了。船遅らせるのはいいんだけど、あそっち側なの。遅らせるだからいいのか。でこっち側はプラスチックを今度は倉庫に持つ。プレジデンテとのお仕事は、あでもギリギリまで行ってから達成するっていうのでもいいような気がするけどね。いやいや素晴らしい。お金はどうにもなってない。プレジデンテは本日全住民に向け、ちょっと待って、大丈夫か。大丈夫だったんだけど、そこまでお金増えてないんでね。ありがとう。我らがスロット解除に使うか、それとも、あこれ改良型の化石火力エンジンというのもここで覚えることが可能になっている。だから今それをすべきだったかと言われるとそうではないようなね気もするけど。
もう少し様子見ましょう。12,000か。2ヶ月は持つんだけど、ドッキングに時間かかるから、それでどうなるかといったところ。だからそもそも物資があまり来てない。いや、これは間に合わないんじゃない、ドッキング。ファンタジーレビューを行う。Hey, your prez. That ship we stalled. さて、メインクエスト。またバイコヌール潜入をやる。お金即座に工面するとすれば、ブローカー9500あれば足りるか。うん。多分ドッキング間に合わないと思うんでね。一瞬でもこれ今48,000まで。ドッキングしても足らんかったか、お金が。そもそもなんでだろうな。これ自動車多分結構作られてると思うんだけど、運ばれてこないんだよね全く。運送会社それなりにいるはずなんだけど、久しぶりにダメになるか、ゲームオーバーになる可能性が。これやりましょう。銀行、特にできることがなかった、まあ、こっち側に物資が行ってしまうので、それによってダメになっている可能性は当然ある。次は確かプラか。まだまだいいでしょ。今回厳しかったな。外交大パーティー、忘れた。外交大パーティーやって一服しなきゃダメだったけど、ちょっとそれ忘れたのが良くなかった。いや、ここでいけそう、ギリ足らない感じだけど、いや、いけそう。置いといて。I will send you my expectations for my accommodation on Neo. ランダムな設計図か。遊撃ポイントもらいましょう。これで外交大パーティー。外交関係。で、ここで援助求めて賞賛。援助求めて賞賛。これでなんとか一服となっている。この8万使ってちゃんと動かないとダメなんだけど、動かないとダメだが、何ができるかと言われると、やっぱり自動車工場もう一個か。これ運ばれれば何ら問題ないはずだけど、鉄とゴムは余ってるんだよね。で、運ばれればというのであれば、トラック運転手さらに増やすか。でシフト全部やったつもりだったけど、やってなかったな。そもそもお金がなかった可能性がある。 Imagine this, President. さて、これは住宅事情。 I am a dragon. You have entered my den. 別の惑星で産んだらどうかってことか。ドーム型住宅を建設、カプセル住宅群を建設、農業タワーを建設。これは悪くない。あとはどこにするか。ここら辺一帯を住宅エリアにしてもいいかもしれない。住宅、これじゃない、ドーム型を2つ、カプセル型も2つ。え、こんなでかいの。これ入らないんだけど、この場所。じゃあ無理だな。こっち側持ってくか。いや、場所は多分関係ないよね。密集させるじゃないから。ドーム型高品質なんでね。となるとこっち側でいいんじゃない。
2個。えいやこらせお宝探し。だってお宝探しが再度スタート。あーお金なくなったな。当たり前っちゃ当たり前だけど、今みたいな使い方をしてしまったら。門戸開放じゃなく熟練にしたかったけど研究しないとダメ。あどこだ、見当たらんぞ。見当たらないね。見当たらないんだけど、そうこう言ってたら何をしようとしてたかが忘れてしまってる。委員局か。プレジデンテ、自由の女神像を盗む計画ですが、お金ないか。スパイに貝なんだけど、貝なんて多分取ってないと思うんだよね。ここで貝、ゆりかごから缶詰じゃない。貝を取れるようにできる要素なかったっけか。資源の変更、貝、お金がかかる。破壊したになってるね。大丈夫これ。ちょっと待って、なくなってる。缶詰終わった。今やってるもの、医薬品はある。船あたりを、あと葉巻も作ってるので葉巻も送りましょう。電子機器も送りましょう。こんなもんか。うん、合成食品ラボ、ここでトウモロコシを入れてチーズを作っている。多分これも変えられるんじゃないかな、何か別のものに。一旦またデータで大丈夫か。あるか、うん、だが魚なくなったことによってもしかしたら缶詰が作られない可能性がある。大学は大学生入ってるから期待しましょう。うん、ジェストンのハッキング、ハッキング絡み。だがちょっとこの他の2つ進むの遅いような気がする。ある程度進んで驚かせて、だけどその先はちょっと時間かかるとか、そういう風にやってる可能性もあるので。燃料23、重量ちょっと足らない。スペースポート稼働してないのはなんでだろう。人がいないってことなのか。物資の積み込みを減らす必要がありそうだね。58減らす、42。これであとは燃料か。燃料これ待つ必要があるので、で乗組員も一応入れておきましょう。うん、ドーム型人入ってるね、悪くはない。あとカプセルホテル、ホテルというか住宅か。こっちが置いといて、あとは農業タワー、食べ物。あ、4000ね。あ、お金回ってきた、お金回ってきた。危ない危ない。この巫女に戻れるとは思いませんでしたぞ。マドラサと貿易ドーム、これ関係ないか。農業ドームを、まあ、こっちが農業系多いので。あ、なんか選べたな今。トウモロコシはそんなに作ってももうしょうがないので、砂糖、パイナップル、ココア、砂糖じゃない？ラム酒を作る際に必要になるので、
これでまた一服。さて襲撃、次またここら辺を確実にやっておく。そしてこれはもう宝探しオートでやってもらうか。あとこれ物資ないのは、あと電力もない、よくないね。ここに核融合やるか、もしくは別の場所を持ってって核融合やるということも考えたいけど、まあそれは後で移転すればいいか。右側は農業、あ違うわ、原子力がこの辺り上で取れるから、それで原子力をやろうと思っていたはず。今やる必要ないけど、後でウラン輸出する必要もあるから、ここでがっつり作ってしまいましょう。ここか、曲がってるね。これならばこっち側ルートからもまた移動やっといて、あとは原子力を置いておく。金がない。スペースポートを、あ今動いたね、多分人が入ったんでしょう。もう一回じゃあ行きましょう。あとブローカー解除できないか。さてクエスト完了。次のロケットエンジンか、まあ、ロケットエンジンで遠くまで行ってもらうか。飛んでった。stuck on the space toilet. The colony ship has nonetheless launched successfully. Next time you won't be so lucky. どこからスタートとなるのか気になるけど。市民が選挙を要求しています。選挙はやらない、あやらないと思ったけど間違えた。ほんで電力なんとかしたいから、お金ががっつり来ないと。今お金がっつり来た。原子力発電、これ一つあるだけでも十分になるでしょう。どうするかな。商談成立です。イメージキャンペーンがあるのでこれロックしたいけど、いやもうロックしてるんだ、だから動いてなかったのか。じゃあ大丈夫だ。さて、なんとかなりそうな気配が出てきているか。これは有機肥料ね。有機肥料どうやって作るんだっけか。有機肥料の作り方が確か畜産で確かやると思ったんだけど、放牧禁止、それをやらないとダメなんでね。ここら辺だとちょっとどうにもならないか。いやそもそもこの土地が何かを作るのに適してない。これはこれトウモロコシ合成食品ラボと農業タワー別か。あー難しいね。多分だけど工場畜産だと作られないと思うんだよね、有機肥料が。やっときましょうか。さて我々の船どこまで行ってるのか分かんないけど、この赤いのいい加減止めないと、なんかハテナマークというかびっくりマークというか
何かついてるね。宇宙船に問題発生。あー、その問題失敗するたびにもクエイトを近づけるというものだ。また失敗したってことか。多分だけど、単純にロケットエンジンか燃料どちらかが足らなかったということだと思うんだけど、いや、ここでキャンセルしていいかどうかがわからないんでね。まだ15ほど燃料があるので、あれか、こっちが人いないからっていう可能性ある。いや違う、電力がないからの可能性があるな。ちょっと電力来るまで待ちましょう。早く荷物を運んできてもらいたい。ここら辺ウランは動いている。そしてここで、うん、多分やっぱりないよね。いや有機肥料あるか。いや違うの、これまた別か。また牧場がワークモードを放牧禁止を発動しているかのような有機肥料を生産する。やっぱりやった方がいいか。ここで有機肥料が出てきた。なるほどね。問題は多少解消したはず。自動車終わってるのでもう一回出しましょう。あとは家か。家がないからなかなか稼働してない可能性がある。マンションでいいでしょう。うん、ここもそうだよね。この辺り駐車場、これで対応できるかどうか。うん、電力問題なくなった。維持不足ね。12ヶ月か。もうちょっと待ちましょう。あ、やっぱりこれ動いてるよね。電力がなかったから多分止まったんだと思う。回収可能な宇宙デブリ回収しましょう。中身を回収、研究する、スクラップとして売る。どうなんだろう、時間とかかかるのかな。あとこれは電力ダメか。ついていけないほどの進歩に、なんでこれダメ。道路に溢れる車、全てバグってる。テクノロジーのおかげですね。微妙に外れてんのか。勘弁してくれって感じだけど、本当に微妙だったな。これで問題なくなった。うん、月。あ、宇宙船今14トン。小惑星との遭遇、乗組員がいなくなる、移動からそらす、物資がなくなる、放置、燃料がなくなる。この多分だけど、この宇宙ミッションの中止という言葉が別のワードで、多分やめるとかなんかそんな感じの意味合いなんじゃないかな。物資そらしたら今42トンしかないから全部なくなるんだよね。で積載燃料、あ、まあ12削っても多分大丈夫か。これ乗組員やったら多分10人しかいないから資源不足となる。でも物資も8742しかないからどう考えればいい。まあ、いずれにしろ燃料以外ありえないんで、この赤いのなんとかしないといけないんだけど、なんとか月までは行ってもらいたいけど、もう燃料あと9しかない。いけるか。いけないわけではない。輸入価格下げる、門戸開放じゃなくて熟練労働者を、うん、お金あるうちに何とかしたい。
あ、まあ、この2つをなんとかやってくんだけど、なんだっけかな、なんかまた倉庫に入れたつもりだったけどそうではないか。あとこのウランの輸出もとっととやっとかないと。合法と違法の境界線は、ファンタジーレビュー簡単なんだけど他のことをやってるからなかなかやる余裕がない。あーそっか、スパイこれさ、赤い方はこの貝届けるのに時間かかっててずっと止まってるんでね、これやめましょう。ん、これ消えたぞ、大丈夫か、襲撃ポイントが足りてないのか、まさかだな。となると世界遺産2つぐらいはもう作れずに終わる可能性がある。こっち側世界遺産、うん、一応観光客ではないけど多分一般人か、うん、ここら辺の人が伝統的なイスラム神学校と広場の建設を求める声があまりにも多く、トロピコの市民たちは、ゴムが間に合ってないな、これ自由投票いけるでしょう。私はあなたに投票します、何票でも入れますぞ。イメージキャンペーン、これで61まで上がった。ゴムが足りてない、まあ、電力なかったから足らなかった可能性もある。うん、あと今ここもちょっと動いてなかったな、多分足りてなかったんだと思うけど。ちょっと待って、これ襲ってきてんじゃないの？ギリギリ避けて落下するようです。プレジデンテは民の感謝を求めておられます。え、何この、なんという隕石の雨、流星群、隣人たちが吹き飛ばされなくて本当に残念です。難民受け入れを制限でお金が持ってかれる、間に合ってます、難民を拒否する。難民というのは隕石のことかな、まあ、お金払って解決するんであれば地滑りです、プレジデンテ、いいんじゃないの。選挙ちょっと忘れたね、で80まで上がってるパーセンテージ。いやちょっと待って、これ我々が敬愛するこれ、いや間に合う可能性あるな、これ。大丈夫か、圧倒的な勝利です。これバス車庫、バス走らせていたことすら知らなかったけど、これ変電所、うん、修復やりましょう。そしてあと2箇所、これは鉱山、ヘリがまだ戻ってきてない。うん、危なかったけどとりあえずは何とかなった。で電気が足らない、あー何、一番大事な原子力発電やられてんだけど、隕石に。まだかまだか、もう一個ぐらい作った方がいいかもね。いやこれお金かかるんじゃない、立て直し、ヘリを送る。政府のちょっと消防署もう一個行きましょう。隕石による危機は去りました、住民は全員今すぐプレジデンテにお礼状を書くように。Look at them。 うん、ご支援感謝いたします、歯が止まった、葉巻おしまい。いやそっちじゃなくて中国の方なんだよな、間に合うのかなこれ。うん、倉庫にプラスチックを持つ、船消すのはまあ遅らせてもいいと思うんで放っとこう。なんていい日でしょうプレジデント、情報完了、今日は取り、
ケーズでいいか。一方こちら側はファンタジーレビュー。輸出ですプレジデンテ。ああ、まあこれ電子機器は輸出やってるはずなんで、こういうのは本当ありがたい。更新やらないとダメなんだね。これが手に入ると知ってすぐに来たんですプレジデンテ。さて、今は宇宙船に問題。まもなく燃料がなくなる。でもこれで月にはなんかたどり着けそうな気配があるので、問題発生は電力か、やっぱり、うん、これ直さないと。まだかまだか。修復やってね。いや、お金がなくてやってなかった可能性ある。修復が進んでますにはなっている。医薬品、自動車が医薬品、自動車出ている。外交大パーティーもう一回行けるので、行きましょう。外交関係がお金もらって賞賛、お金もらって賞賛。高いものはもらうだけもらってで終えてもいいけどね。賞賛してお金もらう。これはお金だけもらう。今回 EU がすごく物分かりが良くなってる。でこれで問題なく、またまだ宇宙船問題ある。電力足らない。まだ直し終えてなかった。今直しているところ。ここでヘリとノズル直し終わったね。ようやく動き出して、月に到達。10人の乗組員。うん、ランダムな宇宙設備2つ、一度限り。潮の流れを操作する。10ヶ月間災害を防ぐ。うん、とりあえずこれでまた振り直しとなる。いや、それよりも中国のたどり着きそうなんだけど、大丈夫か。気が気じゃない。お金なんか回ったね。お金回ったことによって、またこれ依頼するか。宇宙の秘密の言語ですよね。そんでもって大数学は現実を数字で描き出した。乗組員がロケットの方で乗組員キャビン。これあれだな、10名までだな。いつももう一個上、なんかさっき選べたような気がしたけど。キャビンこれやるしかないか。選べた。気になってもしょうがない。金と鋼と電子機器全部作っている。こっち側衣服は作ってない可能性があるか。衣服、服は作ってない。衣服、アパレルか。アパレルとかこっち側で多分回ってると思うんで、革関連がね。うん、有機肥料が間に合ってない。出てないわけじゃないけど、そんな量が出てるわけでもないので、我々の生活はテクノロジーに乗っ取られている。うまく回ってない可能性がある。117% の人が全てに満足していると回答しています。数字は嘘をつきません。データ。これは、ああなるほどね。全部が全部肥料を出すわけじゃないっぽいな。牛だと多分出すのかな。じゃあ牛をもうちょっと作らないと。農業プラントの方が、プラントじゃないか、
農業タワーか。農業タワーの方が回らなかった。違う、こちら側をコピー。これ中国行くぞ、あれ最後まで。だからそれなんか止まってくれればいいんだけど。今日もまた。そんなものないのか。だってブローカー保留、各布告はやめていきましょう。でスロット解除、こればかりは待つしかないからな。確定ですか。いいです。ちょっとどうにもなりそうにない。まあでもギリギリ間に合いそうなんでね。ミッションが成功するところまで行けばいいのか、戻ってこないとダメなのか、それにもよってしまう。ファンタジーレビュー終わったから今のうちに。ああピラミッド建設速度はどうでもいい。やっぱり滞在時間か。ホワイトハウスもありのような気がするな。布告にかかる費用半減。今回観光そこまでがっつりやる気はないけど、だから観光は観光でやっぱりお金の回りが良くなるので。そしてこの上の赤いミサイル、あれ見てからやるかどうか決めましょうか。こっちがすごいギリギリすごいギリギリなんだけど、あ青動いちゃったな。長時間待つのはできないんだ。青動いたってことはこれキャンセルやっといて、多分もう一回来ると思うので。早く、あれ止めらんない。いや自動車終わるのは悪くないんだけど、自動車がない。ミッション実行、これ、あ、戻り終わんないとダメっぽいな。ヒューストンハッキング、これやんないとダメ。これは、知ってるか知ってないかの問題だから、で、初手では分からなかった部分だから、どうにもならないことかもしれない。襲撃ポイント結構使うので、あんまり余計なことに使わない方がいいかも。戻ってこれないか。ああ、もう完全に右端まで届かないとダメだったらまだ可能性ある。だから真ん中ぐらいで終わると思うんだよね。うちのビザなし移民労働者は法的。Look at them running around like indigenous. ロシア中国のコロニーを暮らせる。間に合ったか。では多分何かまた物資要求されると思うので、それはもう確実に。Right now, just 倉庫に鋼やりましょう。鋼持ってた。S 消えた。ヒヤヒヤした。とりあえず一旦セーブやって、また続きやっていきたいと思います。さて、セーブしたところから続きやろうと思ったらデータが破損していて読み込めないとなっている。果たしていけるのか。オートセーブ少し戻りますけど、やっていきましょうか。どんなもんだろう。いけそうか。これはいけん。ちょっと待ってなにこれ、こんなに頑張ってきたのに全部ダメなパターン。ちょっとこれはなえるぞ。あー本当に最後は見れずに終わりそう。
あ、まあ、もしこれダメならばあとはクリア自分でやって終わらせようかなと思います。さてやり直してようやく全部終わりそうです。すべて上位のものを作って、では最後のポチッとなとやっといて、頼んだ通りにしてくれましたね、うん、多分何か達成したんでしょう。いやー飛んでるかこれ大丈夫。いや時間を進めてなかった。さてこれが最後だと思います。何回か他の国のね船を落としながら一旦落としてまた進むんだけれども、それもまた落としてで今のところ手前側に2つぐらいいるような感じです。で今自ら真ん中上の方飛んでいるので、これが火星につけばおしまいだと思います。あとはまあ多分時間待つだけだと思うので、途中何かしら宇宙デブリでどうなるかとかあるかと思いますが、もう最後まで終わらせておこうかと思います。とりあえずは今のところ1時間50分ぐらいやり直して、1時間50分ぐらい結構テンポよく進めているんじゃないでしょうか。ではまた最後に、さて今また全て全部整ったと言ったところ、これ一つ前この右側の現在のミッション、月の研究か火星に入植、この火星に入植をやってなかったので一回失敗してるっぽいんでね、なので今度は火星に入植、まあ、全て条件整ってますので行きましょう。これでもう最後になると思いたい。さてあとは他を潰しながらこちらは悠々と進んでいくような感じになるかと思います。ではまた様子見ておきます。さて今小惑星との遭遇、これようやく分かったんですが、宇宙ミッション中止、注目してみるじゃなくて多分中止、止めるという意味の中止なのかなと。これ紛らしいね、やめるじゃん当然今回はないので、燃料を少し出すか、もしくは軌道からそらす物資を少し失うけど、これで様子見ましょう。 We have done it, Presidente. さてこれで火星に今到着したので、確実地点を選ぶ。これあれかな、何回もやるのかな、この262262も本来やれば262人ということなんだけど、表示がねちょっとおかしいみたいな感じになってます。さて派閥の支持率、輸送能力、攻撃ルートのボーナス、毎月の金額、船の速度、まあどれでもいいといえばどれでもいいんだけど、船の速度、船の速度が最大 60% 増加、入植者、これさ何さらにガンガンやってけっていう、そんなバカな話ないよね、全部埋めるまで。すごいそれだと時間かかるけど、ウエスト管理、いや、ミッションクリアになるね。通常のゼロからスタートするようなマップであれば、今のを使ってどんどんとよりね良い街並み作るとか、これに寄与するんだろうけど、まあ、このミッションに関しては火星に着陸でクリア、だいたい2時間40分やってます。で大丈夫か、びっくりした、さらばロボットよ。まあ結局あの博士はどうしてなったんだ、博士の精神のコピーがスーパーコンピューターにアップロードされたもの、それが私です。うん、まあいずれにしろ無事クリア。長かった、特にセーブミスというかセーブが壊れていたというのが一番つらかったようにも、また翻訳ミスとかもね、中止がよく分かんなかったな、中止、そこを注目してみるみたいな意味合いだったから、プレシデンテは宇宙行かなかったか、最後行くかと思ったけど、ようやく地球を離れて問題の数々から、ヘクトル、ヴェロニカ、ヘクトルとヴェロニカは何なんだ、今の火星じゃないよね、
The red planet is so red. 火星でいいのか。あまり赤く見えないけど。But so much red everywhere.どこもかしこも赤いって何これ血を流してるとかそういうことじゃなくて Don't worry, friend. You'll get used to it. Listen, Fred's not your thing. ラマコイン1200枚 Only 1200 ラマコインOh, I want to be the first person to get scammed on Mars. 私は火星で最初に騙される人間になりたい Good Lord. 名前刻んでくるね I can't believe I'm going to be stuck here with you for the rest of my life.多分この女性と男性はこのキャンペーンの最初の方に出てきた人だと思うけど、うん、プレジデントはどこだ誰もね火星なんかに行きたくなかったっていう厄介払いできたかといったようなそんな状況になってるソッカーズPresidente, I'm confused. What about Mars? Let's go Mars. What do I want with a dead desert planet anyway? But what about the solar flare? Are you in danger? Yeah?うん、今回太陽フレア来なかったんだね一つ前のケーブルデータ壊れた時にはね来てたけど災害を起こさないみたいなものがあったんだけどそれ一回やっただけでもうその後全く来なくなってた全くというか、ね、もう最初から一回も来なかったあっ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 No, I just wanted some peace and quiet from those weenie whiners always bothering うるさかってくる連中から逃れてかわいそうに、oh.Thank God! I thought you had lost your mind there for a while. まあここはここで結構シンプルな場所だね。Never doubt me again. マップの外側に見えていた場所だけどこの滝があるね。そう。Paradise. いいねこういうところでのんきに暮らせるのもね。実際は怖いけどね。物資とかがどうなるかとかね気になっちゃうから。やりましたなというわけで長かった我々のまあ多分あこれが最後のダウンロードコンテンツになるのかなとダウンロードコンテンツ第6弾宇宙絡みもう次は第7弾はトロピコ7のことかなと思いますので次回作も期待したいところまだ4をやってないのかな4買ったはいいもののやってないのでもし機会があれば4もやろうかと思います、まあ、7発売前にそのあたりはプレイできたらと思いますいずれにしろ長らく4年近く遊んできたトロピコ6また次回作も期待しつつこれにて一服今後もこのようなストラテジーゲームやってきますので興味ありましたらチャンネル登録してそうした動画もご覧いただけたら幸いです長らくご視聴ありがとうございましたではでは